はい、こんにちは。宇宙飛行士のまえチャンネル前原です。ということで今日はこちらですね。うん。サーキットメイズです。はい、ということでですね、我々ケネディスペースセンターで買ってきましたジャンプスーツを着て今日はやりたいと思いますね。宇宙飛行士ですからちょっと落ち着いた感じでいきたいと思います。いや、えいちゃんは普通にやります。普通にやりますか。うん、ちなみにですね、我々この格好をしてボンボン TV のボンボンクラフトでスペースシャトルを作ってますので、ぜひご覧になってみてくださいね。はい、はい、では早速こちらやっていきましょう。これ何かというとですね、はい、電気を使ったパズルゲームなんだよね。ここ電気が通るんだね。そうそうそう、電気どういう風に 通すかっていうパズルゲームですね、うん、これはシアトルで買ってきたものですね、はい、我々フロリダから帰る途中にシアトルで1日余分に過ごした日がありまして、はい、そこで買ってきたやつです、うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、よいしょ、はい、おー、このような感じで入ってますね、はい、じゃあちょっといろいろ取り出してセットしてみましょう。はい、はい、まずこちらがボードでございますね、うん、ここにパワーサプライというのを差し込みますね、はい、パスピースってやつだね、うん、これ上に電気を通す板があります、はい、それでこちらのビーコンというものもありますね、はい、これは LED が光るんだね、電気を通ると、うん、ルールは簡単なんですけれども、こういうカードがあります、うん、でこの通り、パスをこうセットしてここに使えるピースが書いてありますので、これを使ってうまく電気が通るようにすると、そういうゲームですね、うん、このカードはちなみに今これビギナーカードだったんですが、インターミディエートの中間、アドバンスのちょっと難しめ、最後にエキスパート、上級者編といろいろありますね、うん、で今回は初めてなんで2人ともビギナーでやりましょうか、うん、じゃあこれカード切りますね。はい、これそのまま外しとくよ。うん、外しといてください、はい、最初にね、じゃんけんぽい。お、エイジ君勝った、はい、じゃあどうする、最初にやる、それとも後にやる。じゃあ最初、最初、分かった。じゃあカード引いてください。はい、こっから始める。はい、エイシン君はこんなカードを引きましたね、うん、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ進めてください。はい、じゃあまずこれ、うん、パワーサプライ、パワーサプライをここにセットしてスタート、うん、でこれ、あ、十字、まず十字をここに、あ、いいね、いいね、うん、でもまだこのコーナーのやつを2つ使わないといけないよ。あ、ほんとだ。あ、これもダメか。ちょっと迷うな。難しいね、うん、こいつも置かないといけないからね、最後ね。あ、そっか。あ、そうだ、言い忘れたけど、これね、プラスとマイナスのマークあるんだよね、うん、だから、要はですね、こっちもプラスとマイナスあるでしょ、うん、要は、ここが最後マイナスにならなきゃいけないってことは、じゃあやっぱりこうだね。え、違う違う違う、これだよ。これがここに来るんじゃないの、これ。あ、そうだね、これがここに来るって意味だよね。だから、うん、これはここ確定なんだよ、多分、うん、これもここ確定したわけど、まあ、あとはこれを動かしちゃいけないから、こっちに伸ばすしかないよ、うんうん、こうして、あ、そうだね、次これをこうして、おーおー、でこれこうして、おーおー、で、おー、あ、これでいいんじゃない。あ、これ行く、あ、行った行った行った、あー、オッケーオッケー、できましたね。できた、クリアだ。うん、イエーイ。カードの裏側にちゃんと答えがあって合ってますね、エイシン君ね。うん、よかったね。イエーイ。じゃあエイシン君は今のでクリアだね、うん、今度パパがトライしますね、はい、一回切った方がいいかな、うん、本当エイちゃんがねシャッフルできるといいんだけどね。うん、じゃあ見ないでこの辺り、せーの、ほい、このようなカードですね。はい、はい、じゃあパパやっていくね。はい、多分、あ、でもこれこうだな、きっとこうだと思う、マイナスからプラスってね、こうだよね。パパのは多分、あ、緑と黄色を使う。あ、これもできたんじゃね、多分こうだよね、こうで、あ、ダメか、どう、これ、あ、ダメか、スタートしないといけません。これがここにあるってことは多分こっち、ここなんだよね、ここだと思う。その場合も、おっと、あれ、つかない、ついてるよ。あ、ついてる、あ、ついてるね。うん、なんかすごい、なんでこんなにあれなの、電池が弱い。このマーク見てよ、ちゃんと、プラス、プラスマイナス、オッケー、オッケーのはずだよね。うん、できたかな。そうだね、答え、答え、あ、違う、おっと、
違った答え。そっか、これ繋がりきれてないからここ光ってないんだ。あー、ダメだったパパ。じゃあこれを外して弱くは光っているね。うん、ありゃ、でもなんか先ほど光らなかったね。うん、なんででしょう。分かんない。はい、じゃあもう一回やっていきましょう。はい、じゃあパパ切ってるんで好きなタイミングでストップ、うん、ストップ言ってください。ストップ。はい、よいしょ。はい、エイシンくんのカードはこのような感じになってますね。はい、はい、じゃあこれでエイシンくんチャレンジスタートですね。はい、じゃあ頑張ってください。はい、じゃあまずはいきなり黄色をつなげちゃおうと。よし、プラスマイナス合ってないとね、合ってね。あ、なるほどね。これプラスマイナス合ってる。合ってるね。おー、いいんじゃない？はいはいはい。お、どうやらこう。え、それ無理でしょ。そっか、繋がんない。こうで。え？じゃあ赤つかないじゃん。おっと。じゃあ。あ、そうだね。で、プラスマイナス合ってる？あ、合ってる？あ、これで OK かな？またなんか微妙に。光がつかないんだけど。ついてない。ついてる。ついてる。あれ、これだけついてない。ん？あ、つい、今ちょこっと。あ、ついてるついてる。あ、どこだこれ。接触不良なのかな。答え見てみましょうか。せーの、ほい。あ、合ってるね。合ってる。おお。イエーイ。じゃあ最後パパもう一回やりますね。うん、はい。どうでしょうか。何が出るかな。えいちゃんもここ行ってって。え、ここって言って、止まるところでここって言って。ストップ。はい、じゃあこれですね。おお、私のカードはこちらでございます。はい、どうしようかな。ここプラスでこっちもプラスなんだよね。うん、むずい。これプラスプラスか。だからこうしてみようかな。こう。あ、ちゃんとはまってないよ。こう、こう。こう？いやー、でも無理か。あ、いけるか。こうして、こうして、これでいったら、あ、ダメだ。うわ、一個余っちゃう。惜しいか。あ、じゃあこうか。こうしてみよう。こう、こう。これでいくといいな。せーの。はいね、おい、ついた。これ成功でしょ。ほら、お、これ完全にこうこうとついてね。これ成功だよきっと。いきます。やってた。これはちゃんと光った。これちゃんと光ってるね。うん、なんでだろう。なかなか面白いゲームだね。うん、結構やり方簡単だから、なんかそのお友達の遊び会とかでこれ使えそうだね。うん、はい、ということで今回はサーキットメイズでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか、我々の宇宙飛行士姿がかっこいいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。